どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日はオキシゲンノットインクルードをやっていきたいと思います。さて俺のちょっと眺めてみる。大量の熱と液体を排出します。レシピがいろいろある。アルミニウム、銅、鉄、タングステン、ニオブってない、テレニウム、タングステン、鋼鉄。もう全部でも一通りあるんだよな。今見てる範囲のアイテムは。これ熱を落とせって何？これも試したような気がするんだよな、体積がもう。高熱伝導性。これか、もしかして。これを使うんじゃないか。どう？よく理論わかんないけど、あ、全然ダメ。あ、ダメだね。前全部試したと思うけどな。ちょっといろいろ試してみよう、もう一回。この鉄マンガンとか結構試してないと思うんだよね。あ、液体噴射パイプならある。鋼鉄があるよ、200度。あ、これもしかして。これもしかしてこれなの？もしかして200度で耐えれる。あ、もう鋼鉄が主流になってくるってことかな。もったいないっていうか、まあもったいないっていうか貴重だからね。無理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 。全然一瞬にして壊れたけど嘘でしょこれ。全然何の役にも立ってないけど笑ったんだけどダメでしょ。鋼鉄使ってこんなに壊れるんだったら無理無理無理。鋼鉄で修理されたら大変だ。お、なんかでも電気回ってきてる回ってきてる。いける？これこれいける？これいける？動く？もしや動く？お願い。ダメ。ダメか。淡い希望だった。これフル稼働してるでしょ。こっちも結構稼働してるよ。あ、ないのか。原材料がもうないや。天然ガス自体が。もういろいろとダメだ。ああ、ここも空っぽだ。ああ、休眠入ったんだ。あ、こっちが先に休眠入ったんだ。そっか。悲しい感じだわ。これもどうしようもないな。ただただ待つしかないっていう感じがする。これとかどうなの？生き延びれるかなこれ。ついに安定期に入ってしまった。これどうしたらいいんだろう。こんなに置いて冷えないもの。80度で全然上がってるもんね。なんでここの温度下がんないんだ。全然わかんない。わからないことが多すぎる。まあ空気圧は調整できてるからいいけど、電気がないからいろいろ足りなくなってくるね。あ、そっか、この前酸素で積みそうだったんだよな。まあどうしようもないね。手はない気がする、今現状。ただただ見守るしかない感じかな。あとどこだ？ああ、食料まずいんじゃないこれ。食料もまずいか。多分どんどん腐ってるんだよね。これ、ここ優先度9とかにしてる場合じゃないと思う。とりあえず今こぐことに集中させて、ってやっていくしかないよね。となると、いらないものの優先度を下げていくしかない。難しいなぁ。面白いけど難しい。わからないぞ、いろいろと。ほぼ初見で宇宙まで行くのはかなり際どいのかこれ。これさ、ここのさ面積が狭すぎてさ、天然ガスが足りてないってことがある。そんなことないか。やはりソーラーパネルをどうにかするしかないよな。特にない。もう寂しい感じ。地道な作業が続く。誰このパン落としてく人、ちゃんと食べて。残してもいいからさ残したらダメとは言わないけど、残したら片付けよう。習うでしょ、小さい時に残したらちゃんとしまおうって。まずい。酸素もそうだよね、少なくなってくるよね。これ食料で積むか酸素で積むかなんじゃない？もうこれ本当に積むんじゃない？これ20何サイクル持たないと思うんだけど。ここだって2ってもう休眠するでしょ。ここもほぼ同時休眠だから、ここは休眠中でしょ。全滅じゃない？だって基本的に全滅なんじゃが。よし、ここ何かあるのかな。火山マグマとかなのかな。さてこれ電気を確保するためにやはり当初にあった秘密のプランその4を試すしかないのか。あまりにも危険が大きいんだけど、このプラン。大丈夫かなこのプラン。大丈夫な気がしないな。これ何度でお亡くなりになっちゃうんだろう。160度までしか耐えられないんだ。なるほど、そうかいや1000度だもんなここ。とりあえずだ、とりあえずここ掘ろうか、もう一段。ちょっと秘密のプランその後5か4か忘れたけど、ちょっとできるかどうかチャレンジしていきたいかなと思いますです。ちょっとね、まずソーラーはちょっと厳しいと思ってて、ただこれもう滅亡も近いから、なんか食料もないし電力もなくなるから、ほんと次こそ滅亡する可能性があるから、滅亡するぐらいならちょっとチャレンジしてみてもいいのかなと思う。ここまでやってきてるけど1400サイクル。さあ暑くなります。いやーどうしようかな。よし、はい、それではちょっと様子、ちょっとすごいことになるかもしれませんが、チャレンジしようか、ちょっと考えながらやっていきます。本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。おかみでした。アディオスアミーゴス、またね。